こんにちは、こんばんは、パンダヒーローです。海賊王に俺はなるということで、今回もバトルをしていきたいと思います。前回に引き続きまたまたコメントいただきました。クレスクさん、ありがとう。本当に常連さんですね。もう成長してますってことでめっちゃ嬉しいんですけど、あえて不正地っていうのがあるらしく、今回は不正地をねやっていきたいなと思います。だんだん上達してるんですけど、やはりこう直線的にね銃を撃つしかできなくて、それがねちょっとね悔しい。練習が足りないよね。ちょっと動きながら撃つっていうのがどうしても難しい。見て、このガス投げて様子見しつつみたいな。あとガスの飛距離とかもちょっと実験していかないとダメだなと思って。銃構えの焦りだよね。あります最近。でもトップ10に入ることができないのでしたから、成長ではあると思う。エイムはね、まあ当たるようにはなってきたんですけど、動いてだね、動いて打つってことを習得すればうまくできるんじゃないかななんて思ってます。はい、ワンコロ切る。そんなに言うならっていうの、そういうね警戒心を持ってるんですよね。本当は抜けてるんですね、こういうポンコツをね発揮しつつって感じ。いろいろ試したんですけど、スキルはやっぱ軽度が安定かなって思いましたね。まあ投げるっていうのは最近習得してきたっていうのもありますけど、なんかここの時なんでもまっすぐしか打てなくてさ、避けるのもただ横にみたいな。油断したんですよね、もう本当に悔しい。とりあえずプロ4になりました。このね、ベスト2のね戦いがやっぱ難しいね。ここでね煙とか投げればよかったんでしょうけど、こういう時の立ち回りのアドバイスめっちゃ欲しい。すごく悔しいんだよね、エイム合ってんのになんで当たらんのっていうね。マジ悔しい、ほんとに。これは僕だろうかと思いませんが、ちょっと練習しないとですよね。なかなかね。ぶっちゃけあのグラマス行くぐらいだったら、まだこの段階だから、この立ち回りでランクがトップ10に収まってるってとこもあると思うので、ちょっとね、まずいっすよね。このままじゃまずいってことは、重々承知って感じで。ワンと活用しつつ、爆弾とかガスとか、そういう、フラッシュレモネードみたいな、なんか、視界奪うやつとか、あるじゃないですか。ああいうのとかちょこちょこ拾っといて、こういう場所でね、ちょっと敵に与えながら頑張るしかないのかなっていうところではあるんですけどね。難しいな、ほんと。さあ、そのひょこひょこシリーズはどうなんだろう、立ち回り的には正解なんだろうか。うん、あ、すいません、ちょっと花粉症なのか風邪なのかでちょっと鼻水タラタラ人間です、ごめんなさい。これどうなんだろうと思いまして、パンダはね、いやでも確かにパンダにダメージは食らってるんだけども、辛い。
アーマー巻いてる時はチャンスじゃん。でさあ、もうここでなんで犬投げ落としたのって。ねえ、なんで切り替えたのよって。切り替えなきゃ勝てたのにさ。もうほんとムカつく。てなわけでマスターになりました。イエイ。案外ね、多分わかんないですけど、マスターからグラマスはそんな時間かかんないかなって読んでもわからない。ちょっとね、なんとも言えないんですけど。でもこの調子でいけばいけんじゃないかなって感じ。でもやっぱ。しかもね、全然伏せ打ちできてないの、ほんとに。待機してて撃つっていう方法あると思うんですけど、アドバイス通りに頑張ろうとしたんだけどね、なんか高い位置で相手を待とうっていう感じで頑張ったんだけど、なかなかできなかったね。ちょっとごめんなさい、アドバイスね、ちょっと引き続き次回に持ち越させてっていう感じで。動かしで壊す。ねえ、まあ、すごいよね、なんか逆にこう振り返ってみるとね、いつもね、早ーって思う。何に自分の旗だっけって思いながら。やってるときは真剣なんですけどね。でもここ見て、ここ。あ、もうこの投げの失敗したんですけど、まあしょうがない。それはね、しょうがないですね。こうこのまま直行して打っていくスタイルが多かったんですよ、パンダね。でもなんかそれじゃちょっと負けやすいかなと思って、ちょっとね、もう犬ワンコロがちょっと意味なくなるんですけども、こうやってこう一周して、まあ待ち構えられてたんで今意味なかったんですけど、まあ、そんな感じでやってみましたと。こんなにさ、アンチ縮小早くなったの初めてすぎてさ、このパンダ混乱してさこんな銃切り替えてんの。で、ワンコロを使ったおかげで発掘できましたよ、出てきた。ジャンプもいいのかしらね。やっぱジャンプ、スライディングが結構大事かなって思いますね、これも。イエイ!ということで、最後は1位を取れました。アドバイスお待ちしてます。ということで、ここまでの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。パンダにご興味を湧いた方、 TikTok、Twitter フォローしていただけると、パンダの日常のつぶやきなどをチェックできると思います。配信週1ミラティブで行ってます。ちょっとね、今週もできるか危ういなんですが、できるだけ隙間時間見つけてやれたらと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。次の動画でバイバーイ。